皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくり陽夢だにょん。サバロックチャンネルへようこそ。今回はセッティングについて改めて検証してみました。深掘りしてみたんだぜ。検証したのはトルク配分とデフです。前のセッティング動画にコメントいただいてたしね。以前のウプ主じゃ感じ取れてなかった部分もあったようだしな。1年近く続けたことで分かったことがあったってことか。少しだけ成長してるんだね。そういうことだな。それじゃあゆっくりしていってね。ってことで検証現場へ移動します。ではここテストコースで検証開始です。検証方法はトルク配分を極端にして時速100キロまでの到達時間を確認。その時のデフの役割についても調べてみました。デフも極端にすればフロントよりかリアよりかがはっきしわかるだろうと考えたようです。当時のウプ主はトルク配分が中心にあるため50対50を基準にリアより配分だと思っていたな。いろいろ調べてみても速く走るのにフロントよりにするメリットがわからなかったもんね。そうなんだ。なのでまずは当時と同じ検証方法から始めて過去と現在の感覚の違いも確認。トルク配分を30、デフのリアの200とし、プリロードは回転数の差を伝える速度に関係してるから、よりわかりやすいよう例にしておき、サイドブレーキを引きフルアクセルから、離して加速、矢印のところに出るタイムを計測し、再スタート。この手順を繰り返し平均タイムを確認します。現在のセッティングはこちら。このセッティングだとトルクをリアに寄せて、リアのデフをロックしてるから加速重視ってところだな。そうなるわね。リアをロックしてるから力が伝わりやすいって考えてるのか。そうだな。これをひたすら繰り返すこと1時間。冗談だから真に受けないでくれよな。でも20分以上繰り返してたわよ。それで、計測結果として時速100キロまでの平均はこうなりました。この数値以外にもブレーキ、減速、加速の順に例にして全てのデフを例にしても変わらなかったぞ。あれ？じゃあ加速には関係なかったのかにょん？まあ、これには続きがあってな。それについてはこの後の映像を見てもらってからだな。わかったにょん。ってことで、当然、これだけでは関係していないか判断がつかないので、今度はフロントを100にしてサイド計測。さっきとは逆に加速、減速、ブレーキの順に100にしていき、時速100キロまでのタイムを計測していくぞ。絵的には同じものなのでカットしていきます。そして検証結果はこれだ。0.01。まあ、誤差だね。当然の結果だな。当然。以前のセッティング動画で、デフにはそれぞれ役割があるって話したよな。プリロードは、左右の回転数に差が生じたことを伝える速度、加速は、加速中に発生した左右の回転数の調整。減速は、減速中に発生した左右の回転数の調整で。ブレーキは、空回りしてる車輪にブレーキをかけてグリップを回復させる。だったわね。そうだ。コーナーなどで、左右の車輪の回転数に差が生じた時や、車輪が空回りした時に補助してくれるのがデフだ。あ、だから左右の回転数に差が生じない直線じゃ、デフも関係ないから加速性に差が出ないってことかにょん。一部を除いて、な。え、どういうこと？じゃあ、こちらの映像をご覧ください。3.07。はっきりとタイム差がついたわね。ただの直線にもかかわらず加速に関わっていたデフは、LSD 加速の中心です。今のタイムは100で計測したもので、今度は50で計測します。あれ ?3.07? 変化なしだな。そうだね。続いて50から24に変えてみます。3.13。差がついたから続けていくぞ。さらに24から半分の12にしてみます。3.29。50より下げた場合は、タイムにもはっきりと差がついたんだぜ。例にすれば最初の 3.51 に戻りましたので、100から50はほぼ変わらない、が、50から0は全く違う、と判断ができたな。これを元にフロントとリアのデフを調整していくんだが、ロックに寄せればアンダーステア、オープンよりならオーバーステアと覚えて、
コースに合った数値を探すといいぞ。でも、100から50が変わらないなら50固定でいいんじゃない？加速だけならね。加速が良ければ当然速く走れると感じるんだろうが、それはあくまでも直線での加速だからな。加速力があれば当然速度が出しやすくなり、コーナーで加速すればアンダーとなってしまう。それを補うためにデフをオープン寄りにすると、せっかくの加速力がデフに吸収されて、左右の回転差がなくなるまでは加速が鈍り、さらにはオーバーステアになってしまうんだ。それにより余分な減速となってしまい、結果的に遅くなってしまうってことだな。なるほど。適度に加速させて、適度にデフを調整して、適度に加速力をタイヤに伝える、ってことだね。その通りだ。そしてトルク配分が50対50なら、各 LSD はそれぞれ同じ数値にすると、調整しやすいようだぞ。バランスが取りやすいよね。加速は加速で統一して、減速は減速で統一ってことか。そうだ。ウプ主が好きなセッティングとして以前に話していたが、トルク配分がリア寄りの場合、一般的に考えるとオーバーステアになるんだが、このようにフロントをオープン寄りにしてオーバーステア気味に、リアはロック寄りにしてアンダー気味にしてるんだぞ。一応考えて調整してたんだね。一応ね。とはいえ、ウプ主がセッティングなんてものを知ってからたかが1年だから、合ってるのかもわからんがな。素人が検証した結果こう判断したんだ、ってぐらいでお考えください。とまあ、デフに関して深掘りしてみたんだが、説明ベタなのでよくわからなかったなどは、コメントにいただければわかる範囲で対応させていただきます。コメントにいただければ、偉大な先人に教えてもらえるかもしれないしね。むしろウプ主も勉強になるから、そっちを期待してるがな。他力混乱。そして、ここからはトルク配分について検証していくぞ。今度はトルク配分を70とし、まずはデフをフルオープンで検証開始。方法は同じです。4.07。0.56 秒ほど遅いな。検証結果はこちら。加速の中心以外は関係なかったから、70対30の方が遅いんだね。リアとフロントを100にしても当然変わらず。映像を見てもらうとわかるように、フロントから白煙がすごく出ていることから、トルク配分はフロントによっていると考えられるな。パワーがありすぎて滑ってるんだね。加速時は重心がリアによるってのもあるだろうな。なるほど。そして加速の中心を50にして走った結果、3.24。ちゃんと速くなることが確認できたぞ。検証結果はこちらです。リア寄りで計測した時と同じように、寄っている方の加速が100だと 0.01 速いようだ。路面や操作で影響しているようですが、誤差として認識していただければいいかと。誤差。これで30でのトルクはリアより、70でのトルクはフロントよりってことになったな。ということで、この場をお借りして以前の動画説明の訂正と謝罪をさせていただきます。申し訳ございませんでした。当時のウプ主はタイム差は単純に滑ってるだけと認識してたぞ。しっかり見ればフロントから白煙が出てるのが分かったもんね。これが経験か、にょん。かもな。それじゃあ、次は操作性を確認するぞ。トルク配分による操作性の検証方法は、先ほどと同じく極端に寄せスタート地点からベタ踏みのまま、最初のコーナーをステアリングのみで曲がり、アンダーかオーバーどちらが出るか検証。一般的に FF はアンダーステア、FR はオーバーステア、と言われているので、それをウプ主の感覚で確認していくぞ。それ、当てにできるのか、にょん。まあ、何十回と試して感じ取れたものだからな、おそらく大丈夫だろ、知らんけど。なお、ステアリング操作として、10時10分で握り、一定の位置まで一気に曲げるようにしています。雑って見えたんだけど。気にするな。機械じゃないからこればかりはね。ただのサバだからな。そっか。そして1時間ほど検証し、ウプ主の感じた操作性はこちら。まずはフロントよりからだ。リアに寄せた場合はこちら。なんか、疑問系なんじゃない？さて、トルク配分とデフについて深掘りしてみましたが、いかがだったでしょうか？ウプ主の感覚が合っているかは別として、この方法で操作性を体感してもらうと、よりつかめるかもな。アンダーかオーバーかが分かればセッティングもしやすくなるからね。これは間違いないにょん。
じゃあ、今回の検証結果を確認しつつまとめていきましょうか。そうだな。こんな感じかしらね。これを元にセッティングをして、もし違和感を感じた場合は、レギュラーセッティングから調整することをお勧めするぞ。まずは初心に帰って走り直すってことだね。ウプ主も走り比べるために何度も帰ってるからな。どっちが走りやすいかで調整の方向性が見やすいようです。なるほど。とまあ、検証してみたものの、トルク配分に関しては、極端にしなければ大して影響はない、ってのがウプ主的感想だ。デフはコースコーナーに合わせるべきだろうし、その人の好みに左右されるだろうからな。バランス重視でセッティングするか、ヨウムが言っていたように、加速力を重視するか、スタイルによってだいぶ変わってくるだろうな。ウプ主みたいになるべく滑らせたいとかね。なるほど。自分のスタイルに合わせてセッティングした方が、気持ちよく走れるってのが大事だな。楽しむのが一番いいってことか。そういうことだ。それでは、この検証結果が皆様の楽しい、につながりますよう願いながら、この辺で。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。